はい、どうもおはようございます。サイガチャンネル委員長のサイガです。今日もバリバリに時間をよろしくお願いします。今日は、滋賀県ですかね、今、大津の高速上の大津インターですかね、の方に来てまいりました。早速ね、ちょっとこの後ろ側ね、この大津インターのパーキングに、展望台がありますので、その眺めがあちらになります。どうぞ。はい、朝今6時40分くらいですね。はい、非常にね、すがすがしい朝になってますね。これは琵琶湖ですか。琵琶湖ですね。はい、名神高速道路からね、ずっとこう草津インターチェンジを過ぎて、その先に大津、とりあえずね、この朝のね、このね、綺麗な景色ね、気持ちいいね。本日の目的地、京都府。こういうこと言わないで。左端は伏見稲荷大社へ参りました。毎年お札を納めに参るのですが、コロナ禍で参拝を頓挫しておりました。コロナ感染者数が全国的に減少したこともあり、なおかつ高速道路の夜間割引や休日割引が始まる前を狙って、混雑を回避できればと思い、10月30日土曜日京都行きを決行しました。やはり空いておりました。有名な千本鳥居です。例年では行列ができて、なかなか前へ進めませんが、本日はサクサク進めます。まだまだここはスタートラインですね。あいつら若いからな。お、ここはあれだね、新しいの作るですな。鳥居の根元が根こそぎ取られています。ところどころ老朽化した鳥居を改修や撤去をしているようです。大丈夫？今のところ、最近夫婦ともども運動不足がたたり、息が上がってしまいます。最近歩けてないからね。私も歩いてない。
次第に場所場所に祀られる。お稲荷様の祠が増えてきます。少し登ってくると休みどころが何軒かあります。早朝なのでまだオープン前のお店もあります。準備中でしょうか。修理の金槌の音が響き渡ります。ここは三つ辻という場所らしいですね。あそこは、場所の名前あったんだっけ。ある。何つつじとか。あるよ。いくつ。忘れた。地図見ればわかるかなって思ったんだけど、あれ全部映してなかったよね。ああ、そう。もう見えた。ダメですよ。早送りですね。走っているわけではありません。おや、開けたところに出てきましたね。少しこちらで休憩をしましょう。眼下には京都の街並みが広がっております。あとちょっとなのに、あとちょっとやぞこれ。さてもう一踏ん張りですよ。あともう少し、あともう少し。息も絶え絶えです。え、まだまだ全然じゃん。現在時点で9時くらいですね。この鳥居を過ぎると目的地です。ここ、予定通りの時間に目的地近くへ到着します。西村邸到着です。俳優の西村和彦さんのご実家です。西村邸さんのすぐ近くに我が家で祀っている狐さんの祠があるのです。
こちらに参拝することが今回の目的です。この階段を上り切ると祠があります。お供えあそこ置いて、あ、置けよ。はい、じゃあこれまで。待って待って、今私の手に持っているのは小さな鳥居になります。こちらを奉納します。はい、パパそこでいい。はい、千尋も入って拝むよ。来れなかった気持ちの引っかかりが取れたような気がします。祠の周りを巡って帰路に着きます。それぞれに由来のね、方がいらっしゃるんだな。大丈夫？いきなり膝がガクッときそうで怖いな。野生のように骨折する。うん、下りが怪我するからね。だって下折ったら目のちょっとちょいとするので時間をいただきますね。はい、大きさとか見たいんです。